の言葉があったにもかかわらず、どんどん不可能になって、神様が来て言葉をくださった時に、思わずもアブラハムも笑い、サラも笑い、こんなの無理よって思わずも言いたくなるぐらいどんどんなってたんです。面白いですね、神の言葉があったのに、ね、ところがね、ちゃんと神様100歳にね、本当に言った通り成就するんです、これね。でアブラハムとサラはね、信仰の人って言われてるんですよ ね。アブラハムは信仰の人って言われてる。だけどアブラハムを詳しく調べると、妻を妹と言って失敗したり、この時ね笑ってるんですね。で、あの皆さんね、私たちが神様から約束をいただいたりね、語る時ね、まずありえないことを語られてね、最初信じれる、ね、途中でアブラハムはあの空の星を見上げなさいって言ってね、見て信じたって書いてます。これから見られますけど、信じますでしょ。ところが実際いざ来年の今頃って期限的でね、来年の今頃ついに約束成就するよって言った時には笑ってしまうんですよね。信じれなかった、信じれないって書いてあるな、掘り込ないよって思ったわけですね。だけどちゃんと成就したんですね。ではね、神の言葉ってのはすごいのです、ね、でもね、じゃあなんでアブラハムはね笑ったのに成就したかって鍵があるんです。一番最初アブラハムが語られた時にね、75歳の方が何て言われたんだね、あなたの父の家、あなたの生まれ故郷を出て私の示す地に行きなさいと言われたんですね。そうすればちょっと消しましょうかね。そうすれば私はあなたを祝福する、あなたは祝福となると、ね、言ったんですよ。これそうすればってことは条件です。あなたの父の家、生まれ故郷を出て行きなさい、そうすればという条件です。この条件を満たせば祝福するぞという約束なんです。でアブラハムは言われた通り、カランの地ですね、もうその時はカランからカナンに行ったわけですね。カランだとカランとか言ってですね、カナンに行ったわけですね。でカランを出てカナンの地に行きました。約束通り言われた、だから祝福するって言われた。でこの後ね、その後今度はね、言った後にね、あなたの子孫にこの地を与えると言われた。ということは子孫ができるってことでしょ。これで15章に行くと面白い。15章にはですね、アブラハムのことにね、私は伝道の神であるって言った後にですね、外に出なさいって言う。でアブラハムは外に出たのかどうかしませんけど、外に出ました、ね、面白くないですね。そしたらですね神様が言うわけですね、空の星を見上げなさい、そんな歌は昔ありましたけど、パッと見上げたわけですね。で、私からあそこに行ったんですね、カイラス行った時にね、何度も言ってますけど、あの天の川って皆さん、天の川ってあるでしょ、星のことね、天の川。あ、本当にカイラス行った時に天の川は天の川だった。もう星が溢れててね、川なんですよ。もうグワーって、初めて天の川ってのは川って、あ、これで天の川って言ったって分かったんですね。でこうね、手を伸ばしたら掴めるって、これは全然受けさせないです。ものすごかった。わ、もうあれを見ただけでも価値がありましたよね。でもじっと見てるじゃん、野犬がやってくるからだからすごい怖いんですけど、だけどすごかったんですよね。であれ見た時にね、アブラハムはこういうのを中東で見たんだろうなって当時ね。日本でもそういう天の川のすごい星をどこでもいいから見たことない人います？あ、どこで見られました？自宅で見たんですか？いつ頃ですか？3年ぐらいですね。どこで？星が好きだったんですね。あ、そうですね、星が好きだった。田舎ってどこの田舎ですか？外目で見てた。え、いつ頃？何年前って聞いたら聞かない方がいいかな。ね聞いてみるのかな。なんか外目と自宅で30年前見てたんですね。今長崎は私綺麗な方だと思うけど、そこまで星は見ないですよね、市内だとね。というのすごい、つまりその星を見て、だからポツポツじゃなくてものすごい星を見て、神様言ったの、あなたの子孫はこのようになる。でその時アブラハムはね、信じたって書いてある。それで起動されたって、これもちろん条件ないんです。それは 見上げろってのがありますけどね、見上げた。で、主は言った、あなたの人はこの世になる、条件ないでしょ、あなたの人はこの世になる。彼は信じた、起動みたいになっちゃったんです。だから面白いですよね、皆さん、神の言葉って中国で聞いてくださいね。